はい、ということで続きをやっていこう。ねアラーナの痕跡をたどる、こっちか。とりあえずこのサブクエスト的なね、やろうかというか進めようか。全然なんかさ、メインが進まないこの感じ。枝何個持ってんの？これ薬ポーチがいっぱい。薬ポーチどれだ？これか？資源。持ってなくない？アイテム作成。薬。回復薬。材料が足りない。材料が足りない。新鮮な肉がないんだ。新鮮な肉があれば回復薬作れる。この3つは常に作っといた方が良さそうだな。容量。どうやって鉄容器とかいうのがないな。これもなんかなんだ、作成アイテムを集めて容量増やすんだね。これ増やせるな。衣服の改造、武器の改造、回復薬増えてる。ノート、所持品、改造アイテム。割と珍しい、希少。割と珍しいと希少はなんだどっちがいいんだ。おのおの矢作ったね。で薬が、回復薬がないんだよね。あ、全開してるわ。ロードし直すと全開するのか。丈夫な植物、役に立つ。役に立つ。あれ、あ、違う。クエストのサブクエストじゃなくて、いや、回復薬をとりあえず作った方がいいか。回復できないとなんか敵と戦った時に困る。動物がいそうなところまで連れてってください。これは何を指してるんだろう。ちょっと待って、クエストで回復薬、いや、いいか。
なんか動物の場所まで連れてってくれるのかと思ったらそうでもないっぽいから、クエストをやりながら動物がいたら狩ればいいかな。で、多分ここであれか、そうだ、痕跡をたどれみたいな、そんな話だった気がする。痕跡、あ、なんかある。これ機械と一緒じゃん。あ、違う、こっちか。足跡を表示させたままにできるんだね。アイテム、なんか動物の音した？機械か。機械よりさ、動物が全然いないよねみたいな。あんなところに、あの狐狩れないかな。狐どこ行った？あれ？あそこに機械いるじゃん。あれっていうか、アラーナの足跡はここまで。スクラッパーがいた場所か。スクラッパーを追えば槍が見つかるかもしれないな。スクラッパー、スクラッパー、スクラッパーってなんだっけ。スクラッパーって何ですか。ウォッチャーとストライダーしか分かんないけど、これなんか言ってる。何この人、話しかけないとこ入れないの。あれ、村に着いた、村に着いちゃった。スクラッパーの痕跡をたどる。スクラッパーの、違いだ、どこにスクラッパーの痕跡が。あ、これいるな、あそこに機械が。母のゆりかご、めっちゃいるじゃん機械あそこ。やだな。あんなところに今動物がいたような気がした。溶けた雪でびしょ濡れだ、びしょ濡れだ。動物いなかった。気のせいですか。急に機械とかいそうで怖いな。足跡はここまで。川を渡ったみたいだ。川を渡った。反対側も見よう。あ、動物いるじゃん。なんか今イノシシ見えたわ。あ、いた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 。動物が、
あ、まあまあいる。アニマルキル。あー、新鮮な肉。めっちゃ逃げてくな、あのイノシシ。誰もいないし、会っても平気そう。彼も待っているはず。ちょっと待って、その前に私、イノシシ回復が欲しくてしょうがないんじゃん。逃げるな。あれ、すごい遠くまで行っちゃった。まあいいか、これで。回復薬2個いるのか。1個しかない。もう1個いるんだ。あれだ、変人のグラータに新鮮な肉あげちゃったから。あ、あるある。ウサギがいたな今。ウサギ見えなくなった。お、焚き火発見。あった。あれ、なんか人がいる。誰、あなた。え、喋ってくんな。クイックセーブ。あ、いるじゃん、イノシシがさ、あんなところに。そっと近づこうか。あそこ、槍を取り戻そう。どこ？あそこ？アイテムを作らせて。え、何が足りないの？あ、いいのか。びっくりした。強化。1個しか作れない。で、所持品に薬ができた。おお、使える。1個だけ。大事に使おうか。全然回復薬が回復薬がないからな。へえ、いっぱいいるな。いるな。お、来た来た。あいつだけ。ちょっと待って、見られてない？あれなの、見られるとこな。
来るかな。あ、来てる。なんかさ、いまいちどこが隠れられるところがちょっと分かりづらい。こいつ勝てるのかな、一撃必殺で。来たいけた、一撃必殺。よくできた武器、アラーナも喜ぶだろうな。トックのところに戻る。戻ろうか。無駄な摂取はしないよ。ちょっとセーブしてこう、あそこ。セーブ。さあ帰るぞ。あ、イノシシがいる。イノシシ、どうしよう。イノシシ倒そうかな。イノシシあれができないんだよね。なんか、あ、なんかお守り取った。あのサイレントキルできたらいいんだけどな。走れ走れ。ここら辺なんか村っぽいから、なんか敵がいなさそうな。遠いな、トックのところ。ちょっと待って、走りながら四角でスライディングか。あれ、なんか鳥いなかった、今飛んでっちゃったかな。サイレントキルってどこまで通用するんだろうな。多分大型系は無理だよね。あ、ちょっと待って、いるよ、いるよ、あそこ。あいつ倒そうか。なんか別に倒さなくてもいいんだけど、倒したくなっちゃう。多分ここ遠いから、えい、いっぱいいるな。あ、なんか気づいた。やっぱ仲間いなくなると気づくってことなのかな。ほら、おいでー。よっしゃ。あ、来てる。あれ、大間さんじゃない。あ、物音で気づいてんのかも。ほら、もうちょっと中に入っておいで。イエーイ。すごい、機械系のアイテムはすぐ手に入るんだけど。動物の肉がな、なかなかないんだよな。
一発で。ウサギちゃん、アブラミ肉だ。そこら辺馬か。敵はいないかな。そういえばここら辺なんかいっぱいいたよね、機械が。クイックセーブ。は、手動セーブをしちゃった。大いなる母よ、アーロイが戻った。槍もある。ほら持ってきたよ。あんたはアラーナを助けてくれて、今度は槍まで取り返した。あんたに助けを求めた時は聞いてくれるなんて思っていなかった。顔似てるな、やっぱ親子だから。私もよ。槍を取り戻してくれたなんて嘘みたい。槍作りがうまかったんだな。とてもよくできている。私には妻ほどの腕はないが、いくつかコツを教えてもらった。よければあんたの槍を見ようか。ありがとう。その特別な人だったんだな。亡くなって残念だ。でもあなたのおかげでお母さんの形見の槍が戻ってきたわ。助ける必要なかったのに助けてくれた。お母さんなら褒めてるわ。ありがとう、何もかも。お、なんだ、トラップキャスターを取引で入手する。あ、あれか、元のクエストか。アラーナを失っていた時のことを考えると、ありがとう、アーロイ。アラーナを失っていた時のこと。トック、アラーナ、アラーナとは喋れないのか。さあこれでクエストが一つ終わったな。とりあえずサブクエストとか、あの気づいたやつだけやろうかな。クエスト、忘れられし者、遠いな。またこれやるか。スクラッパーの生息地がある。動物の生息地ないのかな。遠いなって思ったけど、500くらいか。ほんまそこまで遠くはないか。ちょっと行ってみよう。アイテム集めながら。